ふう、さて、農業終わったし、パンでも作るか。え、ちょっ。はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて、皆さん、霧の地は遊んでますか？結構ね、敵も難しくて、なかなか難しいバイオームなんですけど、まあ、基礎知識さえ押さえていれば、まあ、たとえ死んだとしてもね、なんとか、絶望せずに攻略できるかな、とは思ってます。さて、そんなね、霧の地、アップデートで新しく追加されたトラップ。今回はですね、そのトラップを解説していこうかなと思います。まあ、このトラップですね、解説でもあり、注意喚起でもあります。こういうことができちゃうよっていうね、注意喚起も含まれているので、基本的には悪用厳禁でお願いします。まあね、うちのチームタコスはですね、平気でタコスのことを殺そうとしてくるんですけど、まあその辺は置いといてですね、早速解説していきましょうか。さて、まずトラップの作り方なんですけど、今回霧の地でこの職人テーブル使い道ができました。まあ以前はですね、ほぼ空気だったんですけど、この職人テーブルにもね、クラフト追加されてまして、まあまず一番最初に使うのがこのメカニカルスプリング、これを作ります。まあエーテル1と鉄3でできるクラフトですね。はい、まあこれを使うことによってですね、2つクラフトが作れますね。まずはバリスタ、そしてトラバサミですね。このトラバサミに関しては事前にね、情報がありましたね。まあということで、メカニカルスプリングを使うとこの2種類のね、トラップを作ることができます。あとはブラックフォージが届いてる範囲限定ですが、このね、鋭い釘の強化バージョン、ドワーフの野営地とかにあったやつですね。まあこれもね、作れちゃいます。まあ結構跳ね返せるので、拠点防衛とかにはありかなと思いますね。さて、それではこの2種類のトラップに的を絞って、今回はね、解説していこうと思います。まずはですね、基本的に覚えておいてほしいことですが、この2種類のトラップ、敵味方関係なく作動します。そしてペットでもですね、こんな感じで触れた瞬間に作動しちゃうので、ペットも犠牲になっちゃいます。まあ、なのでこのトラップはですね、基本的には拠点の外に置くっていうのがいいですね。まあペットを野に放ってた場合は、残念ながらね、トラップに殺されることが多いんじゃないかなと思います。さて、まずはバリスタについて解説しましょうか。バリスタを動かすにはですね、玉が必要ですね。職人テーブルで作れるこのバリスタの玉ですね、現在2種類あるんですけど、そのどれでもいいので補填すると起動します。こんな感じで矢がついてたら動作してる証拠ですね。でバリスタが稼働する範囲なんですけど、だいたい90度ですね。この柱とこの柱の間、ここがね、可動域になってます。で射程なんですが、まあ、大体ね、木の棒で測ると26メーターぐらいで反応して、まあ、30メーターぐらいまで攻撃してる感じですかね。精度なんですけど、まあ至近距離に行ったらほぼほぼ当ててくれるかなっていう感じですかね。ですが、まあ離れてたりするとちょっと精度落ちるかなって感じですね。まあ3発に1回当たったら違法かなぐらいに考えといてもらったらいいかなと思います。さて、お次トラバサミですね。黒い金属、青銅の釘、そしてメカニカルスプリングで作れるトラバサミ、まあクラフトした状態だとこの状態になるんですけど、これ F を押すことで開きます。これで設置完了ですね。あとは自分もしくは敵のモブとかアイテムですね、アイテムをそこに投げ入れても作動します。で作動したらもう一回開くと、こんな感じでね、もう一回開くので、まあ拠点防衛とかには結構使えるかなと思います。
まあ、ダメージもですね、フューリング相手なら半分以上食らわすことができますし、しばらく動けませんね敵は。まあ、比較的にお手軽に使えて何回でも作動させることができるのでおすすめですね。まあ、ですが注意点としては、自分そしてねペットがダメージを食らってしまうことですね。これだけは注意しないとダメですな。はい、ここでねオープニングでやった、まあ、プレイヤー殺しの悪用現金トラップ、まあ、これねどうやってやったかっていうと、このポータルの前にトラバサミをね密接する形で5、6個置いて、その後にね前にバリスタ置いてます。でこの状態でですね、ポータルから出るとトラバサミのダメージを連続で食らった後にバリスタでダメージを食らう、まあ、こんな感じですね。トラバサミおそらく5個ほどだったら密接する形で置けば連続でダメージを食らうので、それプラスねバリスタのダメージで殺されるっていうことですね。まあ、さっき紹介したトラップなんですけど、基本的には絶対使わないようにしといてください。まあ、よっぽど親しい友達とかとやってる場合は、まあ、ふざけてもらってもね多少は大丈夫だと思うんですけど、まあ、基本的には友達いなくなるんで、マルチとかでやるのは絶対お勧めしないですね。まあ、ですが、まあ、こういう方法もあるよということでね、注意喚起として一応紹介しておきます。はい、ということでね作りました、僕が考えた最強拠点ですね。まあ罠の実力がねどれほどのものかっていうのを実証しようかなと思ってね、パーって作りました。まあここでねいろんな襲撃を試してみて、どれだけ駆逐できるかをちょっとね見てみようかなと思います。じゃあまずは簡単なドワーフからいきましょうか。さあ来ましたね、上から見守ってましょう。はい、終わりましたね。やはりなかなか強いですね。まあ、ドワーフどももトラバサミ一撃でほぼ死んでくれるの で、あとバリスタの命中精度も近くだったらまあ当たってるかなって感じですかね。さてお次トロル行きましょうか。お、来ましたね。あ、かなりのダメージを与えてますねトロルにも。まあ、刺しが弱点っていうのもあるんですけど、あ、俺の狼駆逐された。はい、瞬殺ですね。やっぱり的が大きい分当たりやすいですし、バリスタが有能すぎですね。さてそれではちょっと次はねドレイク行きましょうか。結構ね空から来る敵トラバサミ使えないので、バリスタがまあどれぐらい作動してくれるか、これをね見ていきましょう。あ、結構倒してくれてますね。まあ、結構撃ち落としてくれてますが、中の方に来られるとやっぱりバリスタ反応しないですね。あれだ、はい、終わりましたね。まあ、被害はですねバリスタ2個破壊されましたね。まあ、それぐらいの被害で済んでます。いや結構ですね空振りしまくるかなと思ったんですけど、意外と当ててくれましたね。はい、ということでね次で最後にしましょうか。霧の地のね襲撃やってみたかったんですけど、まだ実装されてないですね。
最後はまあ現状の中で一番きつい襲撃ですね。ゴブリン、これやりましょう。さあどうだ。おシャーマンに攻撃当てられるか。惜しい。おー、シャーマンは殺せましたね。さあバーサーカーどうだ。まあ、バーサーカーでかいのでバリスタ当ててくれると思うんですけどね。あ、中に入り込まれた。はい、終わりました。はい、ということでね、バーサーカー1匹だけ入り込んでしまったんですが、まあまあ上出来じゃないですかね、これだけ守れてたら。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、トラップについて解説してみました。まあ結構ね、強力な分やはり扱いが難しいですね。敵味方問わず攻撃をしてしまう、そういった部分がねあります。なので拠点防衛とかに使う際はそのあたりをね考えて設置することが重要ですね。そして中盤に紹介したポータルトラップ、あれはですね、皆さん悪用厳禁なんですけど、もしマルチでやる場合とかにちょっと覚えておくといいかもしれません。基本的には詰め物装備、そして食事を3食取る、体力マックスの状態でポータルに入るみたいなことを意識しておけば、まあ、もしねノラのマルチとかでいたずらでやられてたとしてもすぐ死ぬことはありません。まあ基本的に使う方はいないと思うんですが、少しだけ意識しておいてほしいなと思います。それではまた次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。